めちゃめちゃね渋滞してるんですけども、今日はですねこの先にある、あの先というかも見えてるんですけど、橋がねかかってるんですよ。ちょっとね気になる橋だなと思って、まあどうでもいいんですけど、まあ、橋シリーズみたいな感じでちょっと登ってみようかなと思います。でまずねこれどうやって向こうあの橋まで渡る行くのかっていうのがちょっと謎でして、どうやって登るんだろうと。すんなり行けるようなね橋じゃなさそうなんですよね。あのどちらかというとなんかそういう商業施設というかなんか私有地ですね、なんかその中に入っていくような感じなので、あ、まああと森に囲まれてるんですよね。で今まで人が通ったことも見たことないんですよね、この謎の橋。それはあの展示場みたいになってる、入れそうにもないです。ちょっとこっち側から降りていきましょう。私有地につき通り抜け禁止と、このここ行けないよね。もうあり得るとしたらここの道しかないですね。ありました。すんなりありました。でも柵
まあ、立ち入り禁止のねなのかそういう札もないので行けるとは思うんですけど、ありましたね。柵なのかなと思ったらそうじゃなかったです。やば、すごいですね。これ岡山市内北区と南区が見えますね。めちゃめちゃ渋滞してますね。でこれがね多分ライブカメラだと思うんですよね。まあ感じ的にね立ち入り禁止かなと思ったんですけど、そういう感じではなく、まあごく一部でまだ使っているような感じです。昔はおそらくね、まあ信号がなかったんでしょうね、この辺りで。信号がないってことはこの歩道ってのがなかったので、この橋を使ってたのかな。もう一直線ですから。でせっかくなのでこれがどこまで行くのかという感じでちょっと行こうかなと思います。あーガードレールが、でもお墓ですね。お墓道で、というわけで今日こんな感じで終わろうかなと思います。ずっと気になってた、道だったんですけども、まあ、おそらくこの国道を通り抜ける歩道橋、高架橋と、まあ、あとはなんですかね、このお墓の関係のね道ですね。ぜひ興味ある方覗いてみてください。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。